スタンフォード大学で保存展示されているゴールデンスパイク1869年5月10日の開通式ゴールデンスパイクは鉄道路線が完成するときに最後に記念のために打ち込まれる犬釘のことであるこの習慣は最初の大陸横断鉄道であるセントラルパシフィック鉄道とユニオンパシフィック鉄道がユタ州プロモントリーサミットで1869年5月10日に リーランド・スタンフォードによって公式に接続された時に初めて行われた。大陸横断鉄道の完成を金の犬釘で行うというアイデアはサンフランシスコの投資家であるデービッド・ヒューズが考えたものであった。その犬釘はサンフランシスコのウィリアム・ T ・ガーラット・ファウンドリーで製造された。犬釘の両側には 鉄道会社の役員の名前が彫り込まれた。犬釘が打ち込まれる最後の完成区間では、カリフォルニア月刑樹で作られた特別な枕木が使用された。当初式典は5月8日に開催される予定であったが、悪天候とユニオンパシフィック側の労働葬儀による建設遅延が原因で2日間延期された。5月10日、式典を前にプロモントリーサミットでは、 ユニオンパシフィック鉄道の119号機関車とセントラルパシフィックの60号機関車が引き出され、ほんの一本の枕木分の距離を置いて正面を向き合わせた。正確な数は不明であるものの、推定で500人から3000人程度の政府と鉄道の関係者や工事の労働者が正規の式典の目撃者となった。ゴールデンスパイクの式典へ、 セントラルパシフィック鉄道の4人の主な出資者の一人で、あるリーランド・スタンフォードと、その他の鉄道関係者を運ぶ、ジュピター号県員の列車最後の犬釘が撃たれる前に、セントラルパシフィック鉄道の4人の主な出資者のうち、式典に参加できなかった3人の代わりに3つの、記念の犬釘が月桂樹の枕木に打ち込まれた。黄金の犬釘は、17.6カラットの銅の、 混ぜ物のある金で作られ、14.03トロイオンスの重量があった。犬釘は事前に穴を開けられていた。月桂樹の記念枕木に、銀の記念の犬釘打ちで静かに打ち込まれた。犬釘には4つの面に、以下のように掘り込まれていた。2台の機関車があまりに近くに引き出されたため、群衆は、スタンフォードと、その他の鉄道関係者の周りに詰めかけ、式典は、 いくらか混乱したものとなり、実際の式典の進行を変えることになった。セントラルパシフィック鉄道の中国人労働者は特に、式典から覗かれていたという伝説があるが、AJ ラッセルの立体誌写真539には、ユニオンパシフィック鉄道の最後の線路を敷く、中国人労働者が写っている。8人の中国人労働者がこの最後のレールを敷き、 このうち、ジングクイ、ウォンフク、リー・シャオの三人は50年後の記念式典に参加できるほど長生きしている。50周年式典の最後でこの三人は、セントラルパシフィック鉄道の重役により、称賛されている。黄金の犬釘と月桂樹の枕木は、直後に取り除かれて、通常の鉄の犬釘と枕木に置き換えられた。12時47分。 最後の鉄の犬釘が打ち込まれて最終的に鉄道が完成した。スタンフォードとヒューズは最後の犬釘を打ち込むのに失敗したが、ダンという単語が連邦でアメリカ全土に送信された。アメリカではこの式典が最初の全国規模のメディア中継であると考えられている。式典後、黄金の犬釘はスタンフォード博物館に1898年に 寄贈されている。最後の月桂樹の枕木は、1906年のサンフランシスコ地震で消失している。現在のゴールデンスパイク国立史跡。119号機関車とジュピター号機関車が向き合い、ゴールデンスパイクの締結を再現している。プロモントリーでの式典は、大陸横断鉄道の完成を祝ったものの、実際には両太陽を結ぶシームレスな鉄道もの。 完成を意味していなかった。アイオワ州、カウンシルブラフスとネブラスカ州オマハ間のミズーリ川に、鉄道橋が完成していなかったため、1872年に、鉄橋が完成するまで川を船で横断しなければ、ならなかった。その間に、両太陽間の鉄道連絡は、1870年8月に、コロラド州ストラスバーグで、カンザスパシフィック鉄道のデンバー延長によって、 完成している。1904年に、グレートソルト湖を横断する、ルーシン短絡線が開通すると、プロモントリー経由の路線は、大陸横断鉄道のメインルートから外れてしまった。1939年、セッシル・ビー・デミルの映画、大平原のオマハとカウンシル・ブラフスでの公開に、先立ち、金色に塗装されたコンクリート製の56フィートの、高さの犬釘のオブジェが、 最初の大陸横断鉄道の0マイルポストの位置に、ほぼ相当するカウンシルブラッフスナインスアベニューで除幕されている。1942年には、プロモントリーサミットの古いレールが戦争のために改修されている。この時には、最後の鉄の犬釘を引き抜く記念行事が行われている。1943年に、 記念の石踏みを建てた地元の住民以外は当初の式典はすっかり忘れ去られていった。戦争が終結し記念式典の再現が1948年に行われた。1957年に連邦議会はプロモントリーサミットの周辺をできるだけ1869年当時のままに保存するためにゴールデンスパイク国立史跡を設定した。この史跡には 実際の式典に参加した機関車のレプリカが動作する状態で置かれており、下季には毎週土曜日に式典を再現するために正面から向き合わせる形で引き出される。ユタ州の50州25セント高価デザインに2006年5月10日、犬釘が打ち込まれた記念の日に、ユタ州は50州25セント高価のユタ州用のデザインを このゴールデンスパイクの描写にするということを発表した。ゴールデンスパイクのデザインは、スコット・プライス・シラキュース中学校の特別教育生徒の発案によるものであった。ユタ州の住民投票と意見により3つのデザインが候補に残ったものの中から、最終的にユタ州知事ジョン・ハンツマンがこのデザインを選択した。ありがとうございます。